はい、こんにちは皆さん。アロハマイカーコー、けいこづまなおチャンネル、今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ちょうどまた今、プライベートのズームが終わったところで、その中で皆さんとね、一つだけシェアさせていただきたいことを、お伝えさせていただきますね。ハンドモーション、前回に続きハンドモーションになるんですけど、例えばですね、何でもいいんですけれども、こうフワマナだったら、フワマナで、次クホメイラハイナってありますけど、でメラプーワってね、その一つ一つの、ハンドモーション、これパーもパーカラーなんですけど、この、バンプって言いますかね、こうバンプ、タンタ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 、プアマナって、じゃあ次プアマナの場所を表現する手に入るんですけど、そのこうよくこう細切れにね、細切れにこう、例えばプアマナだったらプアマナ、これがプアマナの手ですよ、バンプバンプっていうように、区切ってね、捉えるんではなくって、でプアマナの手、お花って、その、その言葉、振り付けと振り付けの振りの振りの間ってありますよね。でその間がすごく大事だっていうことをお伝えしたくって、例えばパーだと、タンタタンタタンで、この次にまで行きますよね。この次に行くときにも、この手首を使ってこう次に行くわけですけどもね。でプアマナって言ったときに、タンタ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 ン、プアマナプーっていうふうに、そのじゃあバンプからプアマナへの手、じゃあプアマナから次私の家クウホメの手って、その一つ一つ手があると思うんですけど、ハンドモーションが、そのハンドモーションとハンドモーションの間のつなぎをすごい大切にしてほしいなと思ったんですよね。それが、例えばタンタ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 ン、プアマナっていう時にプアマナってやらないで、でプアマナって、この今でしたら皆さんから見て、右手ですよね。この右手をもう優しくね、もうこのここまで来る、わかりますかね。この右からこの左に手を添える、このラインがとっても大切ですよってことなんですよね。ここをしっかり丁寧に丸くイメージしてね、でタッチして優しく、クーワーマーナーで、次クウホメ、これ私のって入りますけど、私のお家なんですけど、これもここからマーナークーホメラハイナーっていうのと、じゃあここからプアマーナーですね。でここもまたこの胸に持ってくるまでに優しく込めるっていうんですかね、ここから私のこのこれだけですよね。この前から私の胸に持ってくるっていう、このつなぎの部分を丁寧に、しかも思いを込めてあげる。クホミラハイナで、次メナプは私のお花っていう時にもラハイナメナプはでやるよりも。ラハイナで、ここもこっからこうメナプワの持っていく手を優しくね、ふわーっと手首から優しく、もうなんていうお花の香りがするのかしらっていうね、次のそのもうそのつなぎを丁寧にしながら、しかも、次の歌のその思いも込めていくっていうことがとっても、大事なエッセンスだなと思いましたので、こちらで今日は言葉がうまく伝えられなくて申し訳ないんですけど、画像を見てなんとなくその手の雰囲気で、お伝えしたいことが伝わってたらいいなと思います。ということで今日は簡単にここまでとさせていただきます。
最後まで見ていただきどうもありがとうございます。こんな感じでまたこうポンと思ったことを短く表現させていただきたいと思います。それではよろしければ、登録ボタンといいねを押していただけると嬉しいです。ではアフイホー。